トゥース。月曜日、休み泰造です。はい。というわけでね、本日は、日曜日。明日から月曜日です。もうね、月曜になるとね、仕事をしたくない病がね、出てきます。本日も、私の仕事の紹介をしていこうかなと思います。で、私がね、前にやっていた、その、自動車部品の仕事。これをね、ちょっとここのホワイトボードに書きながら説明していこうかなと思っております。それではね、早速やっていこうかなと思います。今頭しかね、映ってないかもしれませんけれどもね、勘弁してくださいね。では、早速やっていこうかなと思います。で、私がね、前やってた広島便ですね。この説明をしていこうかなと思っております。で、まずですね、どんな感じ書こうかな。ここに倉庫があります。A という倉庫。で、B という倉庫があります。二箇所積みだったんですね。で、A という倉庫に、そうですね、朝の10時半にね、積み込みです。で、この10時半に、一箇所目の A 倉庫で10時半から積み込みをね、始めます。で、ここはですね、約20分かかるんですよ。で、A 倉庫で積んで、この B 倉庫に移動します。で、B 倉庫はね、11時。だいたいですね、11時から詰めるといった感じでした。で、2箇所でね、セットして、で、ここの広島と。広島です。こんな感じですね。はい。もちろん自動車部品ですね。自動車部品を積んで広島へ向くと。で、まあ主に国道2号線ですよ。国道2号線を渡っていくと。で、時間がですね、約3時間半ですかね、時間の方は。3時間半で、まあ、到着すると。こういったとこです。こういった仕事をね、やっておりました。で、もちろん、広島のこの、ね、工場なんですけれども、もちろん、帰りはですね、ここが私の会社と、会社であるならば、で、ここで、空箱とかがね、出るんで、ま、空箱、回収ですよ。製品を持っていくと、必ずね、
その空き箱が出てくるんでね、カラパレットだとか、カラバクとかが出てくるので、それを、それをですね、積んで、あら？このペンがおかしくなったな。よいしょ。これを積んで、会社へ帰ってくると。いった感じですね。はい。もちろん、来た道を帰るんでね。国道2号線を帰ります。そして、帰りはですね、ここの自分の会社に直行といったような仕事をしておりました。もちろん帰りもですね、帰りも約3時間半ですね、時間は。こんな感じです。これを毎日毎日やっているといった感じですね。なので、まあそうですね。まあ、一発目は、10時。10時に出るという感じですね。10時10分頃かな、会社をね。10時10分頃出ると。で、この A という倉庫ですね。そこを、まあ、10時半頃から積み込み開始と。で、2箇所目11時頃と。で、そうですね。ここの出発の時間は書いてませんでしたね。まあ、2箇所目はですね、10分で私、作業をこなしてたんで、約11時10分頃ですね、に出発できると。広島に向けて出発できるといったところですね。で、広島に向けて、広島に着くのがですね、約14時半といった感じです。で、着いたらですね、もう10分ぐらいでね、10分ぐらい待ったら、荷下ろしできるような感じでしたんでね。荷下ろし開始がですね、荷下ろし開始が、まあ14時40分。14時40分からまあ14時50分ぐらいですかね、その間ですね。で、終わりが、まあ、遅くても15時半ですね。15時半にこの広島を出発すると。いった感じです。で、帰ってくるのがですね、約19時と。こんな感じです。まあ、途中でね、30分とか、休んで、19時ですね。まあ、夕方の7時といった感じですよね。まあ、約10、10、どうだろう。まあ、約8時、約9時間ぐらいの、時間ですね。拘束時間。まあ仕事時間は約9時間ぐらいかな。いったとこですよね。はい。そんな感じで毎日の仕事をやっておりました。はい。これが1日のスケジュールと。で、この仕事のいいところはですね、まあリフト作業。ここ、まあ、2箇所なんですけれども、2箇所済みですけれども、そうめんどくさくないんでね。で、まあ、ここでリフトに乗って、
積む積むで、こっちで荷物を下ろして空箱を積んだかやと。この作業楽なんでね。で、運転時間がほとんどなんでね。まあ長距離は嫌だけれども、まあ広島ぐらいの距離、まあ130キロぐらいなんですけれどもね。それくらいの距離、往復で260から280キロぐらいの距離で追われると。いったところで、まあ、地場産業、まあ、いわゆるこれ、近場とか地場産業、まあ、ほとんどは、私は地場産業と呼んでますけれどもね、地場産業というか、はい、そんな感じで呼んでおりますけれども。まあ、9時間から10時間で、1日が終われると。行ったところです。で、広島一発行ってくれば一日が終わるんでね。まあ、長距離は嫌だと。長距離の仕事は嫌だと。毎日毎日家に帰れる仕事といえば、こういった仕事がね、ベースだと思います。はい。まあ、自動車部品に関わらず、まあ、これは、自動車部品なんですけれどもね、あるいは、ジュースだとか、清涼飲料水だとかでも一緒ですよね。まず会社を、ね、自分とこの会社、車庫を出発すると。で、一箇所目で、ジュースを積むと。例えば、広島向けのジュースを積むと。で、二箇所目の倉庫で積むと。で、広島の倉庫に持っていくと。まあ、こういった仕事もあります。あるいは、九州方面、北九だったり、福岡だったり、佐賀県だったり、佐賀も日帰り十分できますけどもね。まあ、結構、福岡だとか、大分あたり、大分の中津の辺でも十分に日帰りできますんでね。12時間、11時間ぐらいか。で、できますんでね。はい。で、まあ、こういった、一日一回の仕事というのも、十分長距離は嫌いだけれども、近場で、そういったジュースを運んだりだとか、自動車部品を運んだりという、こういった仕事も、私が住むところでは、そういう仕事もございます。はい。ちょっと説明が毎度下手くそですけれども、まあ私の場合にはこの自動車部品をうちの会社やってるんでね、はい。会社を10時10分に出ると。で、1箇所目、10時半から積み込みをして、2箇所目に行って、で、下道、国道を走って広島まで行って、広島の工場で自動車部品をマイナスすると。で、帰り、空箱を回収して、夕方会社に帰ってきて、その日は終わりと。で、次の日も一緒ですね。空容器を積んで、A という倉庫に行きます。空容器を下ろして、製品を積みます。で、B という倉庫でも、製品を積んで、広島へ行くと。こういったような仕事を、毎日、来る日も、まあ、同じ仕事をね、毎日やっていると、いったところです。はい。まあ、この仕事、なくなっちゃいましたけどね、私がやっている、その、仕事は、なくなっちゃいましたけれども、まあ、他の便、うちの会社の他の便の人は、まあ、似たような、積むものは違うんですけどもね、違う自動車部品を積んで、
一緒のような工程をやってます。はい、そういったところでそこそこ簡単ではありましたが、まあそのリフト作業はここしかないんでね、 A 倉庫 B 倉庫積んでここの広島の工場でもリフトを扱うと。で、前やってたように、もう、1日4回とか5回とかね、リフトは扱わないので、まあ、リフト作業があまり多くない、どっちかといえば、トラックの時間を長く乗っているの、トラックに乗る時間が長い方がいいなと。広島とか九州一発で終わりたいという人には、こういった仕事がベストだと思います。はい。多くの人はね、こっちの方の仕事の方がね、好きという人が多いですね。まあ逆にですね、まあ、渋滞とかするじゃないですか。やっぱりね、国道使って外の道をね、走るんでね。交通事故のリスクは、それは、遠方の方に行く方が、それは、やっぱり、リスクは多いです。で、雪とか悪天候の時にはね、通行止めになったり、高速道路が通行止めになると、今度は、一般道の方はね、すごく渋滞するんでね、その辺で、難儀することもあります。1月何日にですね、大雪が降って、山陽自動車道が通行止めになった時にはもう、国道の要線、ね、広島から、こっちの、防府に帰ってくるまでが、十何時間かかったとか、そういったドライバーもたくさんおりましたんでね。はい。まあ、悪天候の、時にはそういったリスクがあるよというとこですね。はい。そういったとこで今日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。